ギフト企画やっています。動画にこの丸いのが2体隠れていますので、見つけてギフトをもらってってください。さあ、発展。梅雨終わらないかな。先日、左上に出ている、これ、消したいなーって動画で言ったら、こんなコメントが来ました。シフトとコントロールと Q を同時押しで消えます。レイザーのアプリのせいですね。ほんとかな？やってみようか、一回。シフト、コントロール、Q、同時押しいきます。3、2、1、えい。おー、消えた！ほんとに消えたんだけど。天才か？もうこのアイテムショップ右下のクリエイターサポートはもちろん DETTUN このね6文字を打って決定を押してください。ボジトレ今回はね無限 XP を紹介していきます。あのクリエイマップのやつです。本当にいつものやつ。そろそろ違う動画撮りたいんだけどね、全然時間がないので、またこのクリエイマップの紹介をやっていきます。今回もね海外の人が紹介してたマップを2マップかな、今回は解説していきたいと思います。さてまずは1つ目のねマップですね。1つ目のマップのコードこちらです。ドン55204168206360などに V3 こちらのマップやってきます。このマップね何回か紹介してると思うんだけど、まだね違う経験値の稼ぎ方があるらしいんで、そちら紹介していきますね。さてここにやってきましたら、左側にね XP を授与するっていうのを確認してから、ここでねゲームスタートしていきましょう。さてここにやってきましたらね、まずねこの目の前にあるこの金色の台、ここに近づきまして、ここ押して、ここの4文字消して DETTUN この6文字を打って決定をしてください。そろそろギフト企画の発表しないとね。さてこれをやりましたら、右側くるって向いてグラップラーを持ちます。グラップラーあったあったあった。ここね自販機なんかいろいろと種類があるんですよ。まあ、これで、ね、自動で切り替わるんで、グラップラーになってる時にグラップラーのボタンをね押せばねグラップラーが出てきます。よいしょってなわけでグラップラーゲッチュー。まあ、でもこのグラップラー別にね移動早くするためだけに持ってるから、まあ、別に持ってなくても全然大丈夫なんだよね。よいしょ。でまあこっちにね飛んできましたらね、この右側の方にギャラクシースイッチっていうのがあるんですよ。これを押してください。ポンって。そうするとね背景がね明るくなります。でこの背景明るくなった後にこのね裏側に行く。よいしょよいしょ。ここの裏側に行くとここにボタンがあるんですよ。ここを押すと、そうすると最初のね TETTUN って言ったところに戻ってきて、これでね経験値がもらえます。そこそこにね経験値がもらえたはずでね、この方法はね多分前にショート動画でね解説したのかな多分。でもねこのマップにはねまだね経験値の稼ぎ方、経験値が稼げる方法があるので、そちらをね紹介していきます。もう一回ねこっち飛んでいきますね。でそうするとこのね、まあ、リスチがあそこじゃないですか。そっから左側見るとね、あんな風になんかあのまがまがしい建物があるんですよ。なんか骨がついてるような建物、あそこに向かいます。あそこにはね建築しながら行ってください。建築せずにそのままね歩いていこうとすると、ピョンって降りた瞬間にねもうねこのリスポーンさせられちゃうんで、建築しながら行ってください。まあ建築しながら行くか、こうやってねグラップラーでよいしょよいしょこうやってねちょこ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 進んでいくかのどっちかですね、これはやるの。よいしょ。あーできなかった海外の人はね、ここをね、グラップラーでこうやって進んでたんですよね。海外の人これでやってたんだよね。グラップラーを使って。なんかちょっと悔しいからチャレンジしよう。よいしょ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 。あ、もう来ちゃった。まあ、ある程度進むとね、建築なしでも進めるようになりますんで、そのまま進んでいきまして、この上のね、骨のところに行ってください。よいしょ。で、このね、骨の裏側、ここにね、あるんですよ、このホタルの瓶が。このホタルの瓶を持ってください。で、このホタルの瓶を持ったら、また後ろくるって振り返って、このまま直進してってください。そうするとね、ここにね、あたたたたたた、謎のね、穴があるんですよ。その穴の中にホタルの瓶を投げ入れる。そうすると、最初のね、TETTUN って言ったところに戻ってきて、これで経験値がもらえます。さて、いかがだったでしょうか。このマップで紹介するのはこれで以上かな。まあ、一つ目がこのね、ギャラクシースイッチの裏にあるボタンを押して経験値がもらえるやつと、で、もう一つがね、あのね、まがまがしい骸骨のところに行って、ホタルの瓶取って、ホタルの瓶を穴に投げ入れるっていうやつでした。絶対にねあのねピンクのメカクマちゃんやとかゾンビがスポーンしてくるやつもね多分ね何かしら経験値がもらえるんだろうけど、海外の人がね紹介していなかったんで、まあ、今回は割愛をさせていただきます。ってなわけでこのマップはこれくらいかな。あでねこのマップでね無限に経験値が欲しいよっていう場合は、さっきのね2つのねボタンを押して経験値をもらった後にもう一回ねこのねゲームを終了するっていうのを押してマップに入り直すとね、さっきのねボタンが復活しているので、まあ、それでねまたね経験値がもらえるんで、ぜひともねやってみてください。てなわけでこのマップ一旦抜けまして、次のマップ紹介していきますか。いいね。さてお次のマップ、次のマップのコードこちらです。ドン61414122598の後に V8 パープルピット FFA2.0 こちらいってきます。このマップもね前に紹介したと思うんだけど、またね別の経験値の稼ぎ方があるらしいんで、そちらをね紹介していきたいと思います。さてここにやってきましたらね、 XP を授与するっていうのを確認してからゲームスタートやっていきましょう。でねそうするとね最初ここね10秒間ここから動けないんで、この黄色い点線の先にありますこの紫色の台のところ行きましょう。でこの紫色の台を押して、この4文字消して DETTUN この6文字を打って決定をしてください。そうするとねここのねバリアがなくなってるから、これやらないとバリアなくならないんじゃないかなきっと。でまあこれをやりましたら、そのままね
この穴の中に落っこってってください。よいしょー。で、そうするとね、ここにね、ヘリコプターとかあるんですけども、まあ、こっちをね、正面とした時に、右上、こっちに行ってください。この右上のね、マップの端。よいしょー。よいしょー、よいしょー、よいしょー、よいしょー。やってきました。右上ですね、ここ。で、ここのね、マップの端っこかな？あったったった、端っこにね、このね、XP もらえるボタンがあるんですよ。これを押すと最初のね、紫色の台のところに戻ってきて、これで経験値がもらえます。そこそこにもらえるね。あー、いや、めっちゃもらえんな。もう1回でも3万近くもらえたね。おー、すごいすごい。一気にレベル上がった。え、待って、めっちゃもらえんじゃん。4万くらいもらえたね。と、まあ、これがね、1つ目の経験値の稼ぎ方ですね。でね、このマップね、まだあるんですよ、経験値のもらい方。次はね、どれだっけ？これが、ジェットパック持ってください。よいしょ。ジェットパックをね、背中に装備して、最初のね、この、リスポーンしたところに戻ってきてください。で、このね、クリサポのこの台をね、前にした時に、左後ろ、こっちだね。こっちに、ジャンバレで上に飛んでってください。よいしょよいしょ。そうするとね、ここら辺に透明な床があるはず。ほらほらほら、ここに乗れるんですよ。で、この透明な床に乗ったら、で、ここを上見上げると、ここら辺にね、ボタンが、あれ？あった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 。ほら、シークレット XP ってボタンがあります。これを押すと、最初のね、また紫色の台の前に戻ってきて、同じようにね、経験値がもらえます。さて、いかがだったでしょうか？今回ね、紹介したのはこの2つでございました。1つ目がこのね、右上にボタン。で、もう1個が、これ上に戻れる？戻れるかな？頑張って戻ろう。戻れー！よいしょー！よーし。で、もう1個が、このね、リスチの後ろ、左後ろ側にある、この透明な床に乗って、あ、なんだ？よいしょ。ここら辺にボタンといった感じでございました。でね、このね、リスチのこの左上にあったボタン、これはね、一回押すだけでも放置で無限に経験値が入ってくるんですよ。今もね、経験値がこれ入ってきてるじゃないですか。ビビたるもんですけど。なのでね、あそこのボタンを押せば、もうあとはもう完全にもう、フォートナイトをつけてさえいれば、もう永遠に経験値が入ってきますので、フォートナイトでね、レベル上げたいんだけれども、時間がないよっていう人はね、あのボタンだけを押して、まあ、別の作業をするなどして、放置をしておけば、気づいたらね、もうレベルがガン上がりしていますので、ぜひともね、試してみてください。おすすめでございますよ、本当に。まあ、ってなわけで、このマップの紹介は以上かな。てかさ、僕さ、冒頭でさ、2マップ紹介するって言ったけどさ、今日3マップ紹介できれば全然時間的に。もう1個じゃあマップ紹介しますわ。まあ、ってなわけで、一旦ね、このマップは抜けますね。3つ目のマップ紹介するために。いいね。さて、戻ってきました。待って、めっちゃトイレに行きたい。めっちゃトイレに行きたいから、もう3つ目のマップ、とっとと紹介しちゃう。3つ目のマップのコード、こちらだ。あー、いけーなんか急に画面が切り替わっちゃった。3つ目のマップのコード、こちらでございます。ドン。7352-6246-7745などにブイヨーン。こちらでございます。やばい、もう、お腹痛いよ。めっちゃお腹痛いよ。さて、ここにやってきましたらね、左側にある XP を授与するっていうのを確認してから、ゲームスタートやっていきましょう。よいしょ。まずここにやってきましたら、もうね、問答無用で、この目の前にある台のところ行きまして、この3文字消して、TETTUN。この6文字って決定をしてください。最近ここで言う一言コメントみたいなやつももうなんかなくなってきちゃった。なんか面白い言葉ない？まあ、とりあえずここでね、TETTUN と押しましたら、このね、ファイティングエリアに飛んできましょう。ぴょーんって。で、ファイティングエリアに飛んできましたら、このね、あたりを探すと、こうやって信号機みたいなやつがあるんですよ。これ。ギャラクシーオフって書いてあるんだけど、これを押します。そうすると背景がね、明るくなります。で、背景を明るくしたら、このね、今ね、手に持ってる武器もう何でもいいんで、よし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 。まあ、もうショットガンいいや。まあ、何でもいいんで、ここのね、信号機を打ちます。そうすると、ハープンガンがドーンって出てくるんですよ。ほら。ハープンガンが出てきました。ハープンガン持ちましょう。よいしょ。で、ハープンガンを持ちましたら、これ左を向いて、ここにね、コインとかがね、いっぱいある部屋があるんですよ。この上に行きます。よいしょ。で、この上行って、このまま奥行くと、ここにね、釣りスポットがあるんですよ。ほらほら。この釣りスポットでハープンガンを使います。そうすると、よいしょー。こうやってね、サケメフィッシュ、落っこってっちゃった。もう一匹釣れる？あー、釣れた釣れた。サケメフィッシュが釣れます。このサケメフィッシュを持ちまして、使います。もうこれ、どこで使っても大丈夫。どこで使っても大丈夫なんだけど、サケメフィッシュを適当にこう使うと、よいしょ。別のところにワープしていきます。これはあれですね。以前やったクリスマスイベントの時のお部屋ですね。まあ、ここにね、プレゼントボックスがいっぱいあるんだけど、これに近づくとこうやってね、That's one, that's one, this one。こんな風にね、ボタンが出てくるんですよ。このボタンを押すと、こうやってね、経験値がもらえます。しかもね、このボタンね、押せば押すほどもらえるんで、だからなんかね、ボタンを固定できる器具みたいなのがあればね、まあ、このコントローラー勢の人だったら、もう永遠と四角を押しているだけで、もうね、四角をずっとこう長押ししてるだけで永遠とね、経験値がもらえるんで、ぜひとも試してみてください。マウスキーボードの人もね、なんか、まあ、ボタンの割り当てが人によって違うと思うんだけども、まあね、そのね、開けるボタンを永遠と押しておけばこれでね、経験値がもらえるんで、ぜひとも試してみてください。はい、てなわけで今回はね、こちら3つのマップを紹介させていただき
きました。いかがだったでしょうか。個人的にはね、どのマップもおすすめなんですけれども、まあ一番いいのは二つ目のマップかな。放置でね、経験値がもらえるボタンもありますし、まあ放置じゃないんだけれどもね、その代わりね、めちゃくちゃ経験値がもらえるってボタンもありますので、まあ今回のね、このね、三つのマップの中でどれが一番いいかって言われたらね、まあ普通に二つ目のマップなんじゃないんでしょうか。てなわけでね、皆さんもね、お好きなマップ試してやってみてください。きっとね、レベルが上がること間違いなしでございます。で、このチャンネルではね、このようにフォートナイトの攻略に役立つような情報を多めで動画を作っておりますので、よろしかったらね、チャンネル登録、高評価、通知のオンを押していただけると嬉しいです。てなわけで今回はこの辺で、バイバーイ。やばい、お腹痛い、トイレ行く。